田川市で4年前当時1歳の男の子を医師に診察させずに肺炎で死亡させたとして保護責任者遺棄致死の罪に問われた母親の裁判員裁判の初公判が開かれ母親は起訴内容を否認しました起訴状などによりますとこの裁判は母親の上慶愛被告が重度の低栄養状態だった三男の結賀ちゃんを医師に診察させず 2018年12月に肺炎で死亡させた保護責任者遺棄致死の罪に問われているものです今日の初公判で愛被告は病院に連れて行かないといけなかったかどうかわからなかったと起訴内容を否認しました冒頭陳述で検察は夫の正則被告がユイガちゃんをエアガンで撃つなどして衰弱させたにもかかわらず自宅に放置した 病院に連れて行く判断能力はあったと指摘。一方の弁護側は、愛被告には知的障害があり、精神年齢は12歳だった。故意ではないと無罪を主張しました。この事件をめぐっては、夫の正則被告が障害の罪で起訴されています。